太陽ハレー彗星、スイフトタットル彗星、土星木星天皇星海王星名王星と、カロンエリスイクシオンセドナ、末端衝撃波面スウェーデンの地図太陽、ソウルティス彗星金星地球、火星木星土星 PL ストックホルムの地図スウェーデンソーラーシステムは、世界一大きい太陽系のモデルである。世界最大の半球状の建物である、ストックホルムグローブアリーナを太陽に見立てて、 スウェーデン各地に太陽系の天体に対応するオブジェが設置されている。小惑星帯より内部の惑星はストックホルム市内にあるが外部の惑星のオブジェはバルト海に沿って北の方向に設置されている。縮尺はおよそ2000万分の1で太陽の大きさはコロナの部分を含んでいる。それぞれの天体の設置場所は以下のようになっている。ABCDEF スウェーデンソーラーシステム、ステシャナー。スウェーデンソーラーシステム、2009年9月15日、閲覧。ABCD HAT NY、テシュニック、ソウルティスインビックスアイ、ソウルティスアーカイブド2010年6月23日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、プレスリリース、リンクト2009年6月8日、ニップテニス・アイソ・ダーガム、テクニコス・エクセビションス。 テクニコスホームページ、2010年8月14日、時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年5月10日閲覧。メイヨコンムン、メイヨ r e n エゲン・ヒムラ・クロップ・アーカイブド2011年9月29日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ルラヤ・アル・セドナ、アイ・アラ・ホール・オム・ボール・ソル・マツバラス・ AV ・グ・ロベン、アイ・ストック・ホルム、ノー・ボートン・クリーレン、2010年7月15日時点の、 オリジナルよりアーカイブ。2010年5月10日へずらん。ありがとうございます。